示す所得収支は1兆2530億円の黒字でしたが、日本から海外への支払いが増えたことから黒字額は去年の同じ月に比べて 10% 少なくなりました。この結果、貿易収支や所得収支などを合わせた経常収支は1615億円の黒字と7ヶ月連続で黒字となったものの、去年の同じ月に比べて 63.7% 減りました。財務省は貿易赤字が拡大し、経常黒字が減る傾向が続いており、先行きについては輸出が増えるかどうかなどを注視していきたいと話しています。県議会の本会議で全会一致で可決、それに耳の不自由な子どもが通う学校に手話を学ぶ機会を設けるよう努めることなどを定めています。鳥取県によりますと、手話を言語と位置づける条例は全国で初めてだということです。鳥取、そしてさらに若手を育成するための仕組みが内装にあるんです。でこちら見ていただくと、大西高生たちに陸上競技の指導を行いました。福島県南に向かえるのはジャマイカ出身のヨハン・ブレイク選手です。ブレイク選手は去年開かれたロンドンオリンピック男子 100m、 中原さんは僕の写真を駅の待合室に貼り出しました。駅線で千葉口駅で駅長を務めているそうです。駅長の仕事ぶりたっぷりとご覧です。で藤田さん、先ほどお味はいかがですかと聞いてくださった。直接会話をすることで味の印象を確かめることができるんです。なるほど。